レーナチャンネルシュッシュ。さあ今回はですね、都内ツーリングをしていきます。美味しそうなカレーパン屋さんを見つけたので、ちょっとブランチがてら食べに行きたいなと思います。それじゃあ早速出発します。シュッシュッシュ。時にいつもね行ってる美容室が本当にたまたまもう予約したい日にどうしてもできなくて、もうしぶしぶ諦めて別の美容室に行ったんですけど、まあ、その時のね、まあ、美容師のお兄さんすごい優しくて、まあ、たまにこういう風に変えるのもなんかちょっといつもと違うきっかけになっていいんじゃないですかねみたいな、むしろそのいつもと違うところにするときにここ選んでくれてありがとうございますみたいな感じだったんで、あ、優しい、よかったみたいな、ね、どんな髪型がいいですかって、あんまりシルエットとか変えずにこういい感じにしてくださいみたいな、そんなに雰囲気変えたくないんですよ、長さも短くしたくないしって言ったら、なんか知らないんですけど疲れて、あれ私ショートなのにこんなに髪の毛まだあったってぐらいめちゃめちゃ量少なくなっちゃったんですよ。動きがふわっと出るようになって、なんかこうねシルエットが勝手に丸くなるようになって、まあ、よくはなってたんですけど、目指してたものとは違くなっちゃったんですよ。いや全然なんか仕上がりに不安があるとか、毛先がチリチリになったとかそういうのは全くないからなかったんですけど、私美容室といえばなんですけど、最近さ、あの紙の雑誌をさ美容室でさ置いてくれること減ったの気づきません？美容室行くとタブレット渡されること多くなりましたよね。そのタブレットがで私よく見るのが、あの楽天マガジンよく見るんですよね。置いてあること多い。今まではなんか美容室ってもう20歳ぐらいの時、もうそれよりもっと前とか10代の時とかって、今の自分が何を読みそうって思われてるかの指標みたいな感じで、あ、私ってこう思われてんだとか、何回も行ってる美容室だと、あ、なんか私の好み分かってくれてるなとか、だからそういうの気づけるのが嬉しかったりもしたんですけど、あのタブレットで渡されると普段自分がきっと本屋でいても読まなかったであろう雑誌をなんか見つけることができる。ジャンル分けしてさあるからさ、その雑誌を見ると、あー、こんな雑誌あったんだとか、あ、この雑誌普段読まないけど今月の特集は気になるとか、そういうの結構多くて、紙の雑誌で渡されるよりもタブレットで渡された方がなんか新たな雑誌に出会える機会が増えてめちゃめちゃ楽しいなって思ったりしてます。しかもさ、なんか、あ、この雑誌読みたかったけど、あのバックナンバーもさ読めたりするじゃん。あれも結構楽しいんですよね。ところで私が出演してるやつとか読んでくれてますかね。例えばあの月刊オートバイとかライダースクラブとか、それ私毎月出てるんですけど、それが楽天マガジンで読めちゃうんですよ。電子で雑誌を読むとき皆さん何使ってますか？実はですね、今回半端ないサブスクがあって、それを紹介したいんですよ。それは楽天マガジンなんです。月額418円で1400字以上読み放題のサービスになってます。そして初めての登録なら初回31日間無料で、年額プランもあり、年額3960円で利用が可能になってます。うん、まあ、私がねよく出てるのはバイク雑誌が多いんですけれども、あとはねグラビアもしてるので、グラビアとか週刊誌とかそういうのも出てたりもします。うん、それ以外にも、まあ、ファッション系だったりとかグルメとか、そういうねいろんな分野の雑誌を好きなだけ読むことができちゃいます。スマホとタブレット同時に合計5台で、パソコンは2台まで一緒に利用することができます。
検索機能も私結構頼りにしてて、あの知りたい情報を雑誌じゃなくて記事単位で探すことができるんですよ。北海道グルメとかそういうことも調べることができます。もちろん年額月額のプランのお支払い、楽天ポイントが使えるし貯めることもできちゃいます。そんな楽天マガジンがキャンペーンを開始していて、これがマジでヤバいです。今なら年額プランで月額約80円で6000冊1400紙以上の雑誌が読み放題です。期間は2024年2月27日から3月12日の23時59分までとなってます。このね、通常年額プランが3960円が今なら960円で利用することができます。皆さんね、この機会にぜひ楽天マガジン登録してみませんか？さあ、戸越銀座着きました。私が求めてたカレーパンが売ってるお店、くものさん。じゃじゃん。休み？待って、私さ、ちゃんとさ、Google でさ、やったらさ、マジか。もうちょっとお腹空いてしょうがないから、あの王道のベーグル&ベーグル、あ、あった、ベーグル。戸越銀座じゃなくてもあるお店、まあ王道の BLT かな。 BLT が一番美味しいよね。カレーパンの代わりにBLT ベーグルをいただきます。もうあれは私のリサーチ不足っていうかさ、あの臨時休業されたらもう無理だよね。でも美味しそうだよ、ベーグルも。ほら、ほかほかだし、匂いも美味しい。マスタードが美味しい匂い出してる。いただきます。うん、これはこれであり、めちゃめちゃ、このベーグルが美味しくて助けられた。今回はカレーパン食べれなかったんですけど、まあね、そういうグルメ情報も含めて楽天マガジンで、グルメ雑誌をね、見ることができたりとか、バックナンバーも見ることもできるし、1400紙という膨大な数の、本当に普段だったら出会うことのできないような雑誌にも出会うことができるコンテンツが楽天マガジンだと思います。今楽天マガジンが行っているキャンペーンが2月27日から3月12日23時59分までとなっております。通常3960円の年額プランが今なら960円になります。月額プランは31日間のお試し0円です。アプリでもパソコンでも雑誌を読むことができます。そして楽天ポイントが貯まるし、ポイントで支払うこともできちゃいます。ということで、私がね、普段出演している月刊オートバイやライダースクラブなども、読むことができるので、ぜひバイク雑誌で私のことも探してください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。皆さんも臨時休業には気をつけてください。バイバイ。最後まで見てくれてとっても嬉しいです。読んだコメントにはいいねしてます。また次の動画で会いましょう。シュッシュッ。